ご参加ありがとうございます。本日は奈良市大安寺にあります、2LDK のお部屋のご紹介になります。まず、2階のお部屋になりまして、こちら1階部分が、玄関となっております。玄関にはですね、こういう、トールタイプの本当に、たくさんの靴を入れていただける、シューズボックスがもう備え付けて、ありますね。で、こうやって階段を、登っていきます。手すりもね、ちゃんとついてますので、昇降も楽に、していただけますね。で、上がっていただいてすぐにですね、こちらお手洗いになります。はい、ウォシュレット付きのお手洗いですね。こういうちょっとね、扉も変わった、開け方になってるんですけども。で、こちらは、洗面スペースになっておりまして、まずこちら大きなね、独立の洗面台、これ3面鏡になってまして、かなりね大きいので、お二人同時に使っていただいたりとかもできますね。で、室内洗濯機置き場で、こちら棚、調節ができますので、洗濯機のね大きさとかに合わせて、変えていただくこともできます。で、奥が、浴室となっております。で、こちらね、かなり、大きな浴槽になってますので、足を伸ばしてね、ゆっくりと入浴していただくことができます。もちろんね、追い炊きもついておりますし、浴室乾燥もついています。こういうね、緑のパネルがすごくかっこいいですね。で、こちらはですね、こういうふうにテコムさん入っていただいておりまして、外出の時にね、設定さえしておいておければ何かあった時すぐ、駆けつけてくれるような、セキュリティバッチリの物件となっております。もちろんね、カラーのモニター付きインターホンもついております。で、こちらはまず、1部屋目の、洋室になってます。大体5畳ぐらいですね。で、クローゼットがこれぐらい大きさがございます。ハンガーパイプもついてますし、こういうね、棚もついてますので、大きなお荷物もお洋服も入れていただけます。で、リビングにもですね、こういう収納や立ち具も収納ついてますので、こまごまとしたものも入れていただけますね。こちらは、キッチン、オープンキッチンとなっております。2口の IH コンロついてまして、作業台のね、両サイドありますね。こういうね、ちょっとおしゃれな、カウンターみたいなのついてますので、小物とかも飾っていただきます。で、窓もね、ついてますので、換気もしっかりできます。で、キッチンがね、こういう風になっている部分、かなり広くリビングを使っていただくことができまして、エアコンも1台ついてますし、こちら、室内に、物干しになってます。で、使わないときはね、こういう風に上に上げといていただける、すごく便利なものとなっております。で、バルコニーがこちら南行きとなっております。で、なんと目の前にですね、第二小学校をございますので、小学校にね、通われるお子さんいらっしゃる方はもう本当にね、便利で安全ですね。こっちから見えます。で、こちらは、2つ目の洋室になっております。というね、クロスとかもよく見ると柄がついてて、すごくおしゃれです。こういうね、窓もおしゃれな感じになってます。で、こちらが、クローゼットになっているんですけれども、すべて高さが変えれるように、なっておりますので、ね、すごく、使いやすい、そして、収納力のあるクローゼットとなっております。で、こちらは、オール電化の、物件になっておりますので、月々のね、費用とかも、しっかりと節約できる物件となっております。で、結構ね、まだ近さ物件になっておりますので、ぜひお早めに、お問い合わせいただけたらと思います。詳しくは当社のホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸まさきでは、皆様のお部屋探しを応援しております。以上でご紹介させていただきました。バイバイ。